はい、皆さんこんにちは。サムライアパートメントのキヨです。動画のシリーズにタイトルをつけようかなっていう、その名もサムアパのアマビエ .tv でございます。アマビエって妖怪なんですけれども、あの昔ね、あの疫病がこう流行った時にふっとこう現れてですね、あの私のこう姿を絵に描いて、それをみんなに拡散して家に貼っておけば、あのすぐ良くなるからね、これ以上広がらないからって言って現れた妖怪がいるんですよ。今ね、だからそのコロナウイルスがこう 全世界にこう広まっている中でね、これが収束して、またみんなと一緒にね、あの楽しく音楽を、できるようにという願いを込めて、サムアパのアマビエ .tv ということで、しかもねこの絵なんですけれども、あのサムライアパートメントのジャケットもね描いてくれた、若き天才リツというね、子なんですけれども、これのね色使いがまたね、独特でセンスがあってすごく、可愛らしくてね、絵心あってすごくいいんですけども、とこうお願いしまして、あの作ってよと言ったらね、こんなに可愛いねアマビエの絵をですね、広めて、昔そういう言い伝えがあったみたく今もやってみたら、もしかしたら早く収束するかもしれませんよという話でございます。さあ話は変わりまして、タイトル見てもね気になっている方もいるかもしれないんですけれども、ローランドさんがですね、面白いものを発売するよっていうね告知をし始めたんですよね。それがこちらの、はい、太鼓1でございます。はい、この太鼓1、こう和太鼓なんですけど、すごいですね。このちょっとね、実はこれをですね、僕ローランドの担当の方とお会いして、実は試し打ちさせていただきました。想像をはるかに超えて良かったんですよ。なのでですね、これの試し打ちをした、映像を見ていただきつつ、最後にちょっとこれの何が良かったのかっていうね、ちょっと感想をまた、動画にまとめてみようと思いますので、ご覧ください。口もなるんだ。大体のことは。これ順番もね変えられるんですもんね、このプリセットの。そうですね、別にそのさっき言ったセットリストを組んでですね、使う順番に、3、5、9、7、2みたいなを並べておくっていうのが何個か作れます。と練習機能としては、タイミングを視覚的に分かるようにする機能とか、はい、地打ちが何パターンか。あ、入ってるんです、はい、締めとか点滴点滴。はい、そうですね。はい、まあ、メトロノームと最大に閉まってる、貼ってるみたいな感じです。いや、まだ閉まると思うんですけど、でロットを外すのはチューニングキー。チューニングキー、はい。テンションの調整は六角になってます。なるほど。はい、いかがだったでしょうかね。ちょっと本当に短い時間しか、1時間もないな、30分くらいとかじゃないですかね、打ってたのは。でいろいろ操作もですね教えてもらいながらやったんですけど、いやこれすごい、想像をかなり超えてきました。で何がすごかったかっていう話なんですけども、まず一つ目はですね、軽い、まあ、デザインもね素晴らしいんですよ。軽いですね。軽いとね、今度重心が安定しないんじゃないかなと思うんですけど、そんなことない。太鼓でいうと紐の部分ですね、紐で締めている部分がですね、まあ、ちょっと硬い素材になってて、デザイン的にこう何個か貼ってあるんですけども、そのロットの部分がですね、ちょうどちょっと曲がってるんですよ、くねっと。そこがねまたね
膝というかこの太ももにねフィットするんですよね。誰が持っても割とフィットする形になってます。まずはやっぱこの自分の体にくっつくという面で言うと、なかなかこう楽器と仲良くなれないと叩けないんですよ。だから初めての人でもフッとこう担いだだけでそれなりにフィットしちゃうっていう良さがあります。だから軽量されてるんですけれども重心もあってすごく安定するというね、なんかこうやっぱ演奏しててどこまでもこうまとわりついてくれるという感覚でしょうか。これがまずね素晴らしかったなというふうに思いました。そして2つ目ですね。2つ目は音色。音色ね、やっぱり一番気になっている方多いんじゃないかと思うんですけれども、なんだろう、生の響き、いわゆる太鼓ってアタックと余韻と、あとはそのインチによってのこう音の高低差っていうのがあってですね、まあ口ではなかなか説明できないぐらい奥深いですよね。でやっぱり生の皮なので、その個体によって全然音の鳴り方っていうのは違かったり、生楽器なのでどん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 伸びてもいくし、その時期によっても変わってくる、人の好みによっても変わってくるっていう、すごい難しい楽器だと思うんですけど、そこをですねかなり緻密に再現されてるなっていうふうに思います。まずハンドソニックとかでもあるんですけど、ピッチがちゃんと変えられるところですね。だから同じ太鼓の種類でもカン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 張ったような高い音のものとローピッチなものっていうのもあって、しかもそのもうただピッチ変わってるだけじゃなくて響き方も変わっているんですよね。その辺が細かいですね。普通だったら多分ドンって言ってトントントンって高く音が鳴っていっても大体質は変わらないんですけど、ローランドの場合はちょっとそこの響き方とかが張った分だけ変わってくる、緩めた分だけ変わってくるっていう形なので、すごい生のものに近い音がするっていうことですね。うん、でそれからあとは大体多分一人が一発ドンって打った音をサンプリングしていると思うんですけども、複数で打ってる音を入れてみたりとか、あとはその寸法の違うね太鼓の音っていうのもなってたりとか、桶太鼓の音、長胴太鼓の音とかね、大太鼓大平の音とか、それを何人で打ってる、それから竹鉢で打ってる音とかね、いろんなこう鉢の種類だったり人数だったり太鼓の種類、そしてそれでピッチも変えれる、さらに余韻も変えられます。余韻も変えられます。ハンドソニックとかに入ってる機能なんですけどもね、何ですか、このミュートしていける機能がありまして、余韻をカットしていく、数値をね、そうする数値をそれに設定していくとカットできるし、その余韻を残しておくこともできるっていうね。だそれは自分の演奏用途に合わせてミュートっぽい音にしたい人と余韻を残したいとこっていうのをアサインしてしまえばそういう風になります。いろんな本当に太鼓の音がありますよね。その担当の制作してきたローランドの方もすごい研究されてて、やっぱ地域によって、それから職人によって違いますよね、と好みも違いますよねって。なんでローランドが今回録音した開発した音プラス皆さんが自分で録音した音とか入れたいサンプルっていうのも入れられるようになってますっていう話をしておりました。はい、そして3つ目ですね。はい、これも気になっていると思うんですけど、じゃあどれぐらいの強さで打ったらいいの、打てるのって、こういう電子楽器だからあんま強く打てないでしょ、太鼓ってすごく強く打たないといけないと思って思いますよね。メープルっていうね、結構硬い木ですね、メープルってね。メープルっていう、まあドラムのスティックとかもメープルが多いのかな。メープルっていう素材で、割とそれなりに頑丈な素材で、据え置きにして思いっきり打っても壊れないらしいです。だから担ぎとして使うんだったら相当いいんじゃない。そんなに別にがっちり力入れて打つ人もいないと思うんですけど、まあ、がっちり力入れて打ったとしても大丈夫らしいですね。でまた据え置きにしてね、メープルとかのバチで打っても大丈夫みたいです。基本的にそこまでの耐久性は実験されてるそうなので、これはねすごいですね。バッチリ打っても基本的に壊れることがない作りになってるみたいですね。そして4つ目です。どうやらセットリストを組めるらしい。だから1回設定したらそれでまたこうやって探してるのは難しいなと思うじゃないですか。それをね、曲順とかシーンごとに順番を並べられるらしいんですよね。だからはいバーンって打って、次のシーンはここだと思った時に、まあここのボタンをポッと押すと次のシーンに切り替わってくる、シーンに切り替わってくる、ずっとプラスボタンを押していくだけで2曲目3曲目だったり、曲の中で音変えたい時もそれで入れていけば基本的にはもう
あの次のセットに行くっていうね、制作面だけじゃなくてライブでもそうやって使いこなしていければいいということでございます。そして5つ目ですね、めっちゃいいことばっかりできますけど、これ練習したい人にはすごい最適だと思います。あのまずはやっぱ電子太鼓なんで PA とかヘッドホン通さなければまず音鳴りません。だからやっぱり太鼓の中の一番のあの懸念されるこの音量問題ね、太鼓ってどうしても音量抑えられないから近所迷惑になったりしますよね。だからあれさえやれば家でもできますよね。ヘッドホンして練習することもできるし、で中にはメトロノームとか、あとその地打ちって言って、太鼓では地打ちって言ったりするんですけど、こう締め太鼓とかでタンタカタンタカタンタカタでベース刻んでくれて、それに合わせて、タンタカ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 に合わせてダン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 タカタンタカタン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 とかって、ね、自分が上打ちの リズムをやったりとか、そういったこともできるという、そういうね練習用途としても使える機能が多いです。しかも Bluetooth も搭載されているということで、自分のスマホとかと Bluetooth つなげると、スマホの音源とかをその中に入れて一緒にヘッドホンで聞くと、それに合わせて演奏したりとか、そういったこともできるそうです。はい、ということでいろいろと、まあ、まだね実はまあ夏に発売ということなんですけれどもね、まだだから発売前に試し打ちをさせていただいたということなんで、ローランドさん曰くはまだまだこうね、日々ねやっぱいろんな音を研究して、どんどん発売までにいいものにしていきたいっていう、やっぱこの向上心、これすごいなと思ってて、だから今僕が試し打ちさせてもらったとこからも多分いろいろこれからね仕様とかをちゃんとまとめていくんだと思うんですけど、まあ男性からするとちょっと小さいかもしれないですね。軽量化されてて小さいから、本当にあれだけあれば新幹線で今回来たらしいんですけど、スタッフの方も新幹線とかで全然あれポンって1個持ってきて音響つないじゃえば、もうそれで1個で4つの音とかも出るわけですから、すごいじゃない。ただあれのね、もしなんか男性バージョンとかね、やっぱ結構こう太鼓打ってる人って、僕なんかもそうなんですけど、ガタイがいい方多いから、結構ガタイいい人に対してちっちゃいコメンっていう感じになってしまうっていうところもあるとは思うんですよ。だからすごいスタイリッシュでいいと思うし、まあ、女性ですね、女性の方とかやっぱ担ぐとすごい様になりますね。インチ的にもだいたい何本ぐらいだろう、ちょっとごめんなさい測ってないですけど、多分なんとなく見た感じ尺3寸とか、尺4寸いかないとかなのかな。だからやっぱ女性向けだったりするのかな。でも男性でも全然、やっぱ最近ほら男性で担ぎだけでやるときにちっちゃい尺のものをカンカンに貼って竹鉢とかで打ってっていうスタイルなんかもあると思うんですけど、全然だから男性が担いでも全く問題ないです。ただなんかちょっとこうあえて大きいインチのもの、例えば尺6寸ぐらいでもいいと思うんですけど、ああいうのもあっても今後はね面白いのかなって思ってたり、正直いろいろこういう機能できるんですかとか聞こうと思ってたことがほぼほぼ備わってて、すごくちょっと悔しかったんですね。やっぱ DTM とか、ねまあ、トラックメイクっていうのもするんで、じゃあ制作面でどうなるんだろうと思った時に、一応パソコンもねつないで MIDI で入力したりすることもできたりとか、それを MIDI とオーディオ返してインすることとかもできるし、ね、なんか制作面としても抜群なんですよね。だからその辺はねもういろいろ聞こうと思ってたことが叶ってるのですごいなと思いました。だいたい担ぎ桶太鼓を買おうと思ってる人が見てる金額と同じぐらいなので、ぜひぜひね購入もね検討されてみてはいかがでしょうか。まあ今こういうコロナの状況でなかなかライブもないんですけれども、そういう時にちょっと実際に使ってみた使用感とか、もっと深くね使い方を学んで実際にこう説明したりとかレビュー動画撮れたらいいなと思ってますので、今後ともまた見てほしいなと思います。ということで、サマーパのアマビエ .tv、ローランドのね太鼓腕を触ってみたっていうことで、見ていただきました。ありがとうございました。